はい、どうも、こんにちは、これです。今回ですけども、頭の体操の続きですね。頭の体操2種類あるんですけど、まあ、難しい方の頭の体操じゃなくて、結構抜け道がある方の頭の体操ですね。まあ、結構頭の体操というか、まあ、そうやな。まあ、でも一応これも頭使うからな。うん、の、18、結構ね、30何本まで出てるんで、おたかさんがね、尾崎豊さん結構、尾崎豊ではないけどな、これ。わからんで。ほんまに。尾崎豊もう亡くなっとうからな。小高、これ、隼人。ちゃうか、誰やそれ。小高隼人、お前の同級生やん。行くわ。ほら。俺の同級生やってへんやん、さすがに。こんなメンタル、頭の体操作れるタイプじゃないしな。え？もうクリアやん、これ。え？いってスピンジャンプで終わりじゃない？できるあれ。ええー、終わったー。あの伝わんとこからもういけますよ。だってもうやれることがさ、つかついて頭使うまでもないやん。もう上に行ってば 100% 無理なわけやからな、うん、もうこれやれるのは少ないからさ、マジで。指先の体操じゃん、これ。もしかして、まあまあ確かにな。まあこれはベストグレードも3秒、早っ。え、 P スイッチそこ上に置いてジャンプしていただとかもな。それもあるわな。この人のコース何パターンかあれ、クリア方法は。ごっつん抜け道をしたらどうかな、この人のコース。俺5が今ここ上がるんやけど。19やろ。19。これ11%。簡単やねん、結構。だから、サクサクっとな。プチッと。プチッとサクッとやろ。サクッとか。ん？あ、こんなんもう、シルエットやん。どっちかに転がすしかないやん。あら？あら？まあ、右まで。ん？何が出てくる？上、ドン。あー、何やこれ。ん？まあ、これドア入って、あの上のやつだから右ってことやな。あれ？危ないぞ。危ない。ピンポーン。これで？まさか終わらへんわな。出てくるわ、これ出て、亀。亀出してくれるやん、多分。バネや。おー、え、そっち？あら？あ、亀。ヘルメで、あれじゃん。おい。どけ！あかん、あかんて、あかんて。死ぬでだろ。あおおあー！そこじゃん、抜けてくる？てか、ヘルメあったら、それ上上げれそうだから、それでゴールやもん。だな。簡単やな、これ。ヘルメゾン。ヘルメチョ、ドン。ヘルメゾンで、ドン。ワンワン使えんの、これ。ワンワン別に。危ないやろ、ワンワン。言ったな、ああ、いけるんか、一応。まだヘルメ取れるもんな。取りに行った方がやる、さっきヘルメ。いけるんじゃん、これ、普通にこれで。おー、来た！オッケー。よし。ゴー！やだー！速攻思いつきような、あれやな。いやもうこういうのもやっぱ大事だね。俺らも慣れとるからあれやけど、直感でいけるような感じやな。ほんまにマリオメーカー初めてしましたって人からしたらすごい楽しいと思う。ああ、そうやな。マリオ知らん人からすれば。まあ、結構俺もいろんなステージ見てっとるから。まあ、初級の、初心者向けの頭の体操やな、ほんまに。簡単やったこれ。昔やったこれも。結構。うわ、すげえってなっとったよな。そこまで言ってないからな。なんやねん、それ。さすがに。パイズやぞ。パーダン俺。いきます、次。これ簡単やろ、50%。20って書いてある。もう頭の体操なんかな、ほんまに。これもうタイトルだけなんじゃ。メンタル、メンタルって書いてほしいな。ん？ 20 もうすごい書き方しとんな。なんやこれ。なんかあるんやろ。あ、なかった。あると思ったわ。あれ？絶対あるやろ。うわ。絶対あるって。あれ？絶対なんか P スイッチあるやろ、俺どっかに。バネ。まだあるやろな。こっちにあるんか。あったー、ピースいちゃった。何ができないこれ、こっから。こう取って。よし、来た。どこから？どこから。よし、あ、上から来た。もうおるやん、これ。よし、投げて。よし、またおるやん。うん。やった。ええー、
ゴールや。簡単やな。やったー。もう、てれててん。もう、頭の体操なんかすら分からんって言った、俺も。いや、まあ、おもろいけどな。こういうサクッとしたコースも。何個もできるからいいな。ほんまに。パパーンと行くわ。でもちょっと難しいコースが、まず少し入っとうかもしれんしな。まあ、あれで。でも基本的にはまあ。簡単やけど。うん。おたかさん、おたかさん結構抜け道多いからな。一見難しさ見ても結構穴多いからな。53パーやからな。なんか。9やん。やったやん、それ。ん ?21 は?あた!お、6%! むずいぞ。一気にむずなった。いいね。ちょっとむずなりましたね。まぁ、ちょっとだけ21な。アドマンダイスいきまーす。てん、ん?なんか、え、なにこれ、なに、え、死ぬやん、危なっ。あれ、それ、あかん。あ?え、右普通に登れるやん。あら?なんでそこ入りに行った?アランドロンやね。でれん。確かにそれは言えちゃるね。右に。それは?あれ?ああ、うーわ、死ぬ死ぬ、あー、いけるやん、ケツに。何しよう、左やで、左、あか、あぶ、オッケー、もうゴールじゃん、これ。あー、もういや、6%かな、もっとむずやろ。ジャンプして、あか、危ない。死ぬ死ぬ死ぬ、右右ん、あの音符になんかあるやな。横から叩かなあかんやん、それ上から叩いてあかん。ちゃうんかい。ん、え、あ、あ、なんかあるだそこ。え、どこに、え、え、どういうこと、どういうこと。それをカメで、カメ乗せるとか。危ない、危ない。え、意味ないな。危ないさ、持っとったら。もう話しとってんじゃん。どういうことこれ。あれ、え、あ、ちょっとわからんさ、頭の中で。あれ状況が。まさかの頭の体操っぽくなってきた。あれ、P スイッチがあるっぽいな。確かに、あれ落ちるもんな。あ、いける。あ、ポー、え、ポーなんかし、あるやん。え、あ、え、あら、え、あ、あれ、かい、あるわ。ヒントや、これ。倒せるやん、それで。そうだな。倒したらもういけ、いけるやん、下に。おぉ。あれ、あれ、 P 足りひんで。あれ、あ、右にもある。どこ、どこに。右にあるやん、ハテナが。え、あれ、コインやん。ってことは、あの、上にあるってことだよ、多分。あ、そういうこと。連動しようやな、これ、どう考えても。ほら。左に、ないや。え、なんか違うとこある。そこはない。やっぱあの右側にあるとこか。ここじゃん、やっぱあるとしたら。そうやな。あの、絶対音符どこやろ。そこになんか入っとるってこと?どうやって?入る?なにこれ?あーれ?急に頭の体操っぽくなる。あ、カメちゃんの音符で跳ねさしとこや、カメを。あ、ほんまや。で、ポーを、うーわ、あ、それや。はあ、うーわ、一気に。一気にいた。一気にもう頭の体操になったな。なるほど、突如。突然やな、ほんまに。置いといて、だから。危、あ、危、危ね。置いといて。こいつを、跳ねさしといて、はい、はい。で、オッケーで。行こう行こう、行こう、置いて、行け。あったー!さ、ちゅうちょしすぎやろ。いやー、わかった、すっきりしたー。やばい。あー、そういうこと。P スイッチっていう固定概念を持っとったから、もうどうせ隠しブロックの中にあるんやっていう、そこ思わされとったわな。そう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 。疑って戻ったわ、俺。ないもん、確かに B スイッチのとこなの、うん、どこにも。あー、そういうことか。一気に謎解きやな。謎解きすぎだ、一気に。一気に上がったな。はい。これで、
1点。うわー、やったー。あー、これおもろかったな。うわ、一気に一気になんか無駄だった、うん、21でごっつ上がったな。何があったのこの20。確かにな、一気に多分あれやな、革命的なことあったよな、レボリューションしたよな、うん、多分普通の20から21って普通に20日から21日行ったと思うと、多分おたかさんの場合20世紀は20世紀ぐらいの躍進に解けたんだよな。21世紀少年みたいなの取ったんや、ごっつ進化したよな20世紀少年から。1世紀100年かかったらここまで来たよな多分100年、うん。頭の体操 1,2,3 はい、いきます。頭の体操、いこれは多分ん、何のために来てもこれ、あーなんかあったな、ボム兵か、何これ、上行くやな、あかんやな、何これ、どういうこと、あれそれ下で壊せるやん、ブロック全部、まあな、上行ってから、上行ってから、うん、上行かなかんやん、とりあえずここやろ、うん、しゃがんでいかなかん、おー、行った。え？何これ、何やこれ。いや、これだ、もう絶対違うやろ、これと。絶対違うな。あの上の棚何やったんだ、あれ。逆にこれ正義どうやるん、わからんない。これが全く思いつかんけどな。え、あの、やつを出して、左に行けへんもんな、だってもう。意味なくない？全然わからんねんけど、意味が。ちょっと怖いな。わからんな。もう、何をさせたかったんかわからんの。21はあんなうまくやっとって、うん、22になってまた大会戻ったのなんかめっちゃ無駄だったん急にまた、0点、いやおかしいやろこれ、無駄になりすぎやろ、 0.8423、 あーじゃあまあこれはまあ次回からってことね、まだめっちゃあるんでね、これほら15とかあったな、うん、15は俺やったっけ、ポン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 作って言ってくれとか、15だって上にあったやん話やんけど、うん、やってなかったね15、いや改正版 3回目やからやったことある、はい、じゃあ今回はこれだってね、次ちょっとこの難しいやつからやっていきたいと思います。終わります。ありがとうございました。明日